カムイの喋る角には福来たる。はい、こんにちは、カムイです。喋る角には福来たる、えー。今日は2019年10月20日日曜日です。今日はね、割と暖かかったですね。昼間24度ぐらいあったのかな今ね、えー、っと、何時だ今はあ ?6 時前か。 6時前ですけど、23度なのでね。まあまあ今日は一日暖かい日でした。でもね、えー、空はね、ずっと曇りっぱなしでね、青空、ところどころ見えてるところもありましたけどね。うん、あんまりいい天気じゃなかったですね。で、えー、体重の増減が、マイナス 300g。-300 まあ、これはちょっとね、食べるのを控えた部分があるので、 控えたつも全然食べてないわけじゃないですよ。ちゃんと食べましたけどね。えー、いつもよりちょっと控えめに食べたりして、えー、ね、えー。そんな関係で減ったんだと思います。上の血圧が113、下が57、脈拍65。まあ、至って正常ですね。えー、でもね、今朝起きた時にね、ちょっと喉がイガってしたんですよね。私、前にも話しましたけどね。 喉から来るんですよね、風。で、風邪ひいてらんないんですよ、実は。っていうのが、23、24、25、2泊3日でね、ちょっととある用事があってね、お出かけするんですよ。新幹線に乗ってね。でね、えー、気合だけででもね、病気にはなれないのでね。 ちょっとね、今夜も気合い入れて寝ようと思ってます。まあ、用事はまあ、いろいろあるので、ちょっと詳しいことはね、いろいろと差し触りがあったりするので、えー、控えさせていただきますけども、うん、ちょっと友人と会ったりね、うーん、して、うまいものをちょっと、たらふく、食べてくる予定です。ただね、あのー、携帯用のね、体重計持ってきますよ。うん、そんなに重くないやつあるんで、 毎朝測るのがちょっと恐怖かもしんないですね。23日と24日止まって、25日に帰ってくるんですけど、うーん、ちょっとね、どうなることやらね。ただまあ、こういう機会の時はね、もうそんなこと気にせずにね、もうしっこ玉飲んでしっこ玉食べてね、うん、急行を温めるというかね、うん、な感じなのでね、もう目いっぱいね、ちょっとやって、で、 また、その結果は、帰ってきてから、ぼちぼちと、帳尻合わせていけばいいかな、なんて思ってます。でもね、え一、ー、年に一回ぐらいかな、今度会う人たちは、でも久しぶりかなちょっと久しぶりかなまあね、えー、ちょっと他の用事があって行くんですけどね、えー、どうせ来るんなら、会おうや飲もうやって話になってるので、もう、ちょっとね、うん、はっちゃけてきますわ。 でね、えー、他に二つほどね、お誘いがあったんですけどね、こっちがね、最初に決まっちゃったというか、まあちょっとね、どうしても外せない用事なので、うん、こちらをね、優先させてもらっちゃったんで、他の二つには本当に、えー、ごめんなさいしたんですけどね、他の二つの方もね、えー、今回のがなければ、まあどちらかにまた参加させてもらってたかもしれないんですけどね、うん、その辺は、ちょっと、 ちょっと固まったのが残念だったなと思ってはいます。これなのでね、まあ、たぶん23,24,25あたりは、 えー、投稿する時間もないだろうと思うので、お休みすることになるかもしれませんけど、他の形でもしかすると、投稿するかもしれないし、ちょっとまだわからないんですけどね、前もってね、ちょっとそれだけは、えー、ご報告というかお知らせしておこうと思ってます。まあ、あんまり楽しみにしてね、えー、待っててくださる方そんなにいらっしゃらないとは思うんですけど、一応ね、 うん、で、今日のジージドドイック行ってみたいと思います。今日のジージドドイックとある用事でちょっくら旅に2泊3日で出てきます。とある用事でちょっくら旅に2泊3日で出てきます。ね、えー、ちょっと楽しんでいきたいと思います。美味しいもんいっぱい食べていきたいと思いますので、ね、また、あー、まあ、 明日、明後日ぐらいはまだやりますけどね。うん。今週ちょっとお休みすることがあるかもしれませんので、前もってお伝えしておきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。えー、お目汚し、お耳汚しはいつものことですが、また喋ってみたいと思いますので、よろしかったらお付き合いください。それではまたまた。バイバーイ